ウィス、タンチュンです。本日もドラゴンクエストタクトをやっていきたいと思います。この動画ではドラクエタクトを盛り上げたい、もっと楽しんでいきたいという気持ちで配信しております。ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドボタンもできれば押してください。とても励みになります。コメントもいただけたらとても嬉しいです。それでは今日も元気にやっていきましょう。レッツゴータクト!おはようございます、こんばんは、タンチュンです。そしてもう一日遅れましたがメリークリスマスこちらね、見ていただいているイラストなんですけれども、私のウサタンを描いていただいたですね、オリジナルキャラクターウサタンを描いていただいた宵星ピカさんという絵師の方に、このイラストの方をお借りいたしました。どうですか、とても素敵じゃないですかサンタじゃなくてトナカイにコスプレしたリーズレット、素敵、超素敵。そして今回ドラクエ5が来るということで、ピカさんのこの可愛いビアンカの幼少期と青年期のゲレゲレと一緒にペロペロしててメダロードとイチャイチャしているこの素敵なイラストを紹介していくぜ。まあこれを見ていただきながらね、ちょっとオープニング聞いていただいて、そして今日は攻略とかしません。もうドラクエ5が好きだという気持ちを伝えるのと、ドラクエ5をね、知らない方も知ってる方も一緒にドラクエ5をちょっと振り返って、ドラクエ5イベントに備えようという動画になっております。宵星ピカさん、ありがとうございました。とても素敵なイラスト、またよろしくお願いします。このイラストが良かったなって思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは早速行くぜ、ドラクエ5。ドラクエ5がドラゴンクエストタクトに来たということで、ドラゴンクエスト5天空の花嫁、めちゃくちゃ好きなナンバリングで、てか私本当にこれ一番好きです。今後も6とか11とか来ても一番好きで絶対いません。私は本当にドラゴンクエスト5が一番好きです。なぜかというとですね、私が小学校5、6年生の時にこのドラクエ5を、まあ4まではねファミコンだったんですよね。で5になってスーパーファミリーコンピューターというね、もう小学校ではもう喉から手が出るほど本当に欲しくて欲しくて、クリスマスプレゼントにくれと欲しいと言ったけど、買ってもらえず、はい、その1年後ぐらいに、誕生日にやっと手に入れたスーパーファミコンと、このドラゴンクエスト5をやっとできて、もう感動しましたね。これに関しては本当に感動しました。私のエピソードは置いといて、ドラゴンクエスト5天空の花嫁はですね、1992年エニックスから発売されたスーパーファミコンのソフト、 PS2、DS 版スマホで、リメイクされております。私もスマホ版でドラクエ5は購入しております。時間があるなら、もっかい全然やりたいぐらいですね。めちゃくちゃ名作ですし、もうめちゃくちゃ面白いですね、これは本当に。まあそれがね、早速ドラゴンクエストタクトに来るということなので、存分に楽しんでいきたいと思います。ドラクエ5のストーリーはですね、この主人公の父親パパスとその妻マーサの間に男の子が生まれたところからストーリーが始まります。親子3代にわたるストーリーで構成されております。そして、馬車システムが初めて導入されて、初めてモンスターを仲間にできるというところがこの5の面白いところですよね。モンスター G さんとかが出てきました。そしてカジノシステムがとても楽しかったですね。スライムレースとかも、めちゃくちゃ遊びましたね。そして、物議もかましている、結婚システムですね。もうこれも最高ですね。どんだけ悩んだことか。他にもサンチョやザイル、ベラ、ヘンリーなど、ベビーパンサー、キラーパンサーなども出てきました。ボスはゲマ、ジャミ、ゴンズ、ミルドラース、裏ボスでエスタークなどが出てきましたね。
それでは今回は一番みんなが気になっているところ、三人の花嫁がね、タクトに三連続で出てくるということですね。三人の花嫁の、紹介というか、三人の花嫁をちょっと見ていきたいと思います。パパスとマーサの子供である主人公の花嫁を探すわけですが、ダンカンの幼女がビアンカ、ルドマンの幼女がフローラとデボラとなっております。そしてフローラとデボラは姉妹なんですね。デボラがお姉さんでフローラが妹。実の姉、実の妹の関係となっております。私もスーパーファミコン版しかやったことないので、リメイク版でしか出てきてないデボラに関してはあまり私も知識はありません。スマホ版のドラクエ5も機種変した時にデータ消えてしまって結局そこからやれてないっていうね状況で、スーファミ版の時は本当にもう何十回って冒険が消えて、ドゥン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 っていうのもう何十回聞いたことが、本当にもうあれだけはねほんまに困りましたね。本当に今ではいい思い出でございます。それでは順番に見ていきましょうか。こちらビアンカですね。こんな私でいいの？フローラさんみたいに女らしくないのに本当に私でいいのね？ということで、まあこちらのビアンカは王道って感じですかね。配布だったらめちゃくちゃ嬉しいな。まあないかな。それでは二人目、フローラ。私は守ってもらうことしかできない女ですのよ。それでも私を選んでくださるの？はい、こんな感じで、フローラが好きな人もね、多いんじゃないかなと思います。はい、私もね、実は、8割型フローラを選んでました。そこまで行くと。なぜか。なぜでしょうね。はい、続いて。それでは、3人目、デボラ。何してるのよ。早く私を選びなさいよ。なんだかんだ言って、最初から私狙いだったんでしょ？はい、ということで、キャバ嬢みたいな、セクシー姉さんですね。実は、ドラクエの、女性キャラランキングでトップ3に入ったりするんですよね、このデボラちゃん。確かに美人ですよね。さあ、困りましたね、皆さん。誰を花嫁に選びますか？誰を狙いに行きますか？これ初システムで、どれか一体しか選べないとかいう展開が来たら、めちゃくちゃ神イベントになりますね。本当に。これは本当にみんな、マジで悩むと思う。ワクワクする。一人ぐらい配布でね、配ってくれたら嬉しいし、どっちにしても全員欲しい。本当に欲しいよ。リーズレットもいけなかったけど。もう、英雄やし、女の子やし、でも、魔王よりも私はこっちを選びたいかな。愛ですよね、愛。ゲーム性もそうですけど、もうキャラ愛です。本当にキャラ愛だと思います。じゃあもしも一人しか本当に選べないとしたら、この三人の中で誰を選ぶか、よかったらコメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。この動画が良かったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。タクトの運営さんは年末がお休みなんですかね。12月28日月曜日朝9時からメンテナンスの実施を予定しております。その間はタクトは遊べません。9時から16時まで7時間の予定となっております。そして12月27日日曜日夜8時よりドラクエ5イベント特報 PV を YouTube プレミア公開いたします。はい、こちらをね、見てドラクエ5イベントに皆さんでテンションを上げていきましょう。ラスボスのミルドラースと超巨大ボスバトルブオーに関しては詳しい情報が出てからまたやりたいと思います。それではまたねー。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。 YouTube のコメントなんかもいただけたら嬉しいです。 Twitter もやっておりますので、いいねやフォローよろしくお願いいたします。それでは。